もはや伝統となっているガンダムシリーズの食事シーン。ガンダム飯、ポレンタとミートローフ買ってきて再現したわ。最高指導者の息子待遇の客人に出す最高の食事。へえ、こんなのやってたの知らんかった。食べてみたい。パイロットランチだけは興味ある。鉄血で覚えてるのは感のりだな。鉄血と言ったら三日月が常に食ってた夏目ヤシの実、エーツだろ。うまそうだったな。あれ何本も食ったら糖尿一直線っぽいけど、鉄火団の連中は若いからな。イディでカレー作ってたダブルオー。人参いらないよ。水星の魔女はトマトだな。トマト料理ではない。ヤギの乳でなんか作ってただろ。ガンダムのはキャラのイメージの食べ物じゃなく、作中の食べ物が食べたいニーズに寄せてきてくれる。ガンダム X の北米ゲリラの飯、謎の青ゼリー食いたい。キンケドウのパン、サイサイシーの料理。とりあえずチャーハンを用意すればサイサイシーのチャーハンってことにできる。ラーメンに見せかけて多分サラダパスタ、ドレッシングマシマシかもしれぬ。あそこ名物ガム入り御膳。なんとなく印象に残ってるのはバルトフェルドとカガリのケバブ論争。ジーレコは食の方はどうだったかなと思ったら、金星の人たちは人工海洋を作ってるから魚が主食っぽいね。鉄火団のやつらが地球の魚食うのめっちゃ嫌がってたシーンはすごく印象に残ってるわ。ビルドシリーズは肉まん食ってたな。アイラお腹ペコペコやねん。薄い本やピクシブでイラストを描いてた人たちが当初のクールキャラとは180度違う本性を表して、ちょっと阿鼻叫喚したとかなんとか。でもちょっと面白すぎたし。子供の頃自販機のハンバーガーがやたら美味そうに見えた。ハンバーガーといえばブライトさんだろ。スレッカーさんのハンバーガーは見るからにパサついてそうなのに、妙に食いたいと思わせるのがすごい。カロリーメイト的なやつかな。初日は宇宙に上がってからめっきり食事シーン減ったな。脱走アムロが食ってた硬そうなパンとただの水が妙にうまそうなんだよな。ガンダム00なんかじゃ作戦行動中はウィダーインゼリーみたいな食事や水筒がちょくちょく出てきたな。酒もあるよ。メガファウナの館内食は綺麗にパックされている。カロリーメイト的なものかと思ったが、食ってるシーン見るとうまい棒的な何かにも見えた謎の飯。何気に X 見てたら飯のシーンが多かった。ウィッツ帰省の時とかフォートセバーンでも何かしら食ったり飲んだりしてた。大雨の中露店で配給されてびっちゃびちゃになる配給食。子供の頃こういうアニメ缶詰に憧れたな。鉄血飯はやっぱうまそうだな。最初期の CGC からどれだけ待遇が良くなったかってのを示す意味もあったんだろうが。なぜかメカデザイナーが作画担当。ミネバ様、ホットドッグはいかがですか。食をテーマにしたガンダムってやれそうで難しいな。スピンオフで各キャラの食事風景とこの味覚だけで結構やれそうだが、逆に難しいか。ザビ家とか全員好みが違って、家族の食事風景で毎回ギスギスしてそう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。